キップ寺田純也の歩くことが楽しくなるチャンネル。こんにちは、スキップの寺田です。歩くことが楽しくなるチャンネルへようこそ。今回はボディマッピングの効果と活用法についてお話しします。前回、脳の中には体の地図、すなわちボディマップと呼ばれる自分自身の体のイメージ図が出来上がっていて、そのボディマップと実際の体にあるギャップが様々な痛みや疲れの原因になりうること、そしてそのギャップを埋めるためにボディマップを意識的に修正したり精密にしていく方法をボディマッピングと呼ばれていますというお話をさせていただきました。さて、このボディマッピングですが、その効果は大まかに分けて3つあります。それは、動きがスムーズになり痛みや怪我を予防できて疲れにくくなるということです。例えば、肺がどのあたりにあるかを知ることで呼吸が楽になったり、足の土踏まずの構造を知ることで重心のバランスが変わり立つことが楽になったりします。そう言われると、もっとボディマッピングについて知りたくなりませんか？そうなんです。とにかくボディマッピングは楽しいものなんです。そして、もしあなたが70歳であろうが100歳であろうが、生きているうちはボディマップを修正することができて、より精密にしていくことができるんです。なんだか希望が持てますよね。では、どのように修正したり精密にしたりすることができるのかということですが、こちらも大まかに分けて3つあります。それは、見て、触れて、書くということです。見るは、自分の体を実際に観察したり、鏡に映った自分を観察したり、骨格模型や解剖図を観察したりすることです。触れるについては、例えば肺はどのあたりにあるかご存知ですか？実は高いところでは鎖骨より上まであるんですね。この時に自分の手で触れて触ってみてください。その時に鎖骨の少し上まで肺があると自分自身に対して声に出してみることで、マッピングの修正がより具体的になるのでおすすめです。3番目の書くは、このように解剖図や骨格模型を見て模写したり、他にも実際の自分の体をイメージで書いてみることもおすすめです。次回以降の講座では、この見て、触れて、書くことをあなたが楽しんでできるようなワークをご用意しておきますので、楽しみにしててくださいね。ということで、今回の講座は以上です。次回は頭のマッピングについてお話します。最後までご視聴くださりありがとうございました。それでは次回お楽しみに。